はい、えー、どうもこんにちは、水谷です。本日のサブチャンネル2本目の動画なんですけれども、速報でございます。NHK 党がですね、新松戸駅で外宣をしていたところ、えー、選挙妨害の被害にあったそうです。で、まあ、詳細に関してはですね、えー、新松戸駅で NHK 党の立花隆さんが、 まあ、外戦者のこう上でですね、えー、立ってマイク持って演説をしていたところですね、えー、一人の男性が、えー、ガーシー社にこう近づいて、まあ、ガーシー社の、えー、側面にね、えー、描かれているそのガーシーさんのね、えー、顔面にこう黒いスプレーを振りかけると。 え、いうね、えー、事件が起こりました。えー、そのですね、男性に関しては、まあ、今ですね、警察の方に、ま、確保、えー、されたみたいでですね、まあ、今後、えー、逮捕されるのかどうかに、え、関しては、えー、わかりません。で、まあ、はっきり言いますとですね、まあ、いくらこう NHK 党とはいえですね、選挙妨害というのはよろしくないことです。 なので、まあ、選挙妨害ね、これカウンターのつもりでこうやってる方いると思うんですけれども、そのようなですね、行為に関しては NHK 党を利するだけなんですよ。で、実際ね、まあ、その他の党とかでもありますよ。で、選挙ポスターを破られたりとかする被害ね。 ま、あこれはですね、ま、あ公職選挙法とか、あと、ま、あ器物損壊罪とかでね、あの、罰せられる行為なんで、まあ、そういうのもですね、良くないです。いくらね、こう気に入らない候補者がいたとしても、実際、ま、あその候補者に対して、まあ、暴力を振るったり、あとは、ま、あ選挙ポスター、そして外戦者などをね、えー、傷つけてはいけません。ま、あそれはですね、ま、あその、<coughs> 選挙の上でのですね、大鉄則でございますと。 いうことをね、も、ま、う、あ、お伝えしたい。やっぱりですね、まあそういうことが起こ、起こるとですね、まあニュースで報道されることもあるんですね。で、ニュースでですね、報道されると、まあ日本人ってね、方眼ビーキーなところがあるので、まあ同情表というのがね、集まることもあるんですよ。なので、まあ NHK 党に対してそういうことをやってしまうと、NHK 党に今度はね、同情表が集まって、NHK 党かわいそうやんというね、流れになります。 で、ま、あ実際ね、ま、あその、方眼ビー気、まあ、同情表というのがね、えー、入ることによって、まあ、NHK 党の票がですね、ここからこう、ぐっとね、えー、ま、伸びていくわけですよ。で、ま、あ NHK 党がね、そこそこね、まあ、今、失速しつつある中でね、まあ、ここでこう、急にね、こう、また、バーンって言って勢いを取り戻す可能性がある。なのでね、えー、決してですね、まあ、選挙妨害になるような、まあ、カウンター行動はやめましょうと。 いうことをですね。まあ、強く強く、えー、私はですね、言いたいと思います。ということで、えー、以上、ミズニアンでした。